エンドを GP40 系ベースの旅客型ディーゼル機関車。GM エンドが製造した4道軸の電気式ディーゼル機関車である GP40 は旅客列車用としてサービス電源発電機のヘップ、ヘッドエンドパワーや暖房装置を搭載した派生機種も多数登場した。本校では GP40 の旅客列車用各機種を総括して記述する。 1974年にアメリカのサザンパシフィック鉄道がサンフランシスコの通勤列車向けに3両を導入。通勤列車のカルトレイン移管後は貨物用に転用された。後に2両がユニオンパシフィック鉄道に1両がインディアナハーバーベルト鉄道へ継承された。この機種は GP40 から2がベースとなる。カナダのゴートランジットが トロント・オンタリオマ向けに導入。機種名の TC はトロント・コミューターを意味するに置き換えられ、1988年にアムトラックへ売却された。アムトラックではヘップを従来の 575V から 480V のものに換装し、シカゴ近郊の短編成列車の牽引に使用された。近年では補線作業に使用されたり、手機関を 従来の3000から2000の16から 645E に乾燥の上でノーホークサザン鉄道により GP38H3 へと改造されている。1968年にニュージャージーセントラル鉄道が3671から3683号機の13両を製造しニュージャージー州交通局が購入した。CNJ は ラリタンバレー線や北ジャージー沿岸線で使用した。大多数和のような張り出した形のフレアサイドランジエタを装備している。CNJ の旅客輸送は1976年にコンレールに吸収合併され、1983年にはニュージャージートランジット、NJ トランジットに継承された。その後、フードの長い側の蒸気発生装置をディーゼルのヘップに交換し、 GP40PH 取り、1991年から1992年にかけて GP40PH-2 へと改造された。NJ トランジットは CNJ から提唱した GP40PH を一両を除いて GP40PH-2 へと改造した。ニューアークディビジョンでの運行に制限され、取り分け工房券ディビジョン内で使用された。 1999年までは本機種にのみ装備した速度監視システムを必要とするパスカックバレー戦にてしばしば使用されていた。現在では主として方防権ディビジョンで見ることができる。NJ トランジットはこれに続いて貨物用の GP40 を改造した2車種の GP40PH-2 を導入した。最初の発注分は GP40PH-2A とされ、1993年に6両が4145から4 1 5 5号機として完成した。改造担当は、モリソン・ヌード船。4148号は後に GP40PH-2B に再改造された。2回目の発注分は、GP40PH-2B とされ、 1993年から1994年の間に19両がコンレールにて改造された。種車はペンセントラル鉄道の200から4218号機。前述の通り4148号は事故から復旧した1997年に GP40PH-2B へと改造され、同時に4219号となった。メトロノース鉄道は GP40PH-2 を一両のみ4190号として導入した。正式には GP40PH-2M といい、1992年にコンデールにて改造されたものである。n z トランジットとメトロノース鉄道が1987年にモリソンヌード線へ発注した機種で GP40 の大枠と運転室に バーリントンローザン鉄道のの廃車発生品となるカウルを装着したものである。1987年から1990年にかけて合計21両が改造され、15両が NJ トランジットの4130から4144号に、残る6両がメトロノース鉄道の4184から4189号となった。 NJ トランジットの21両は、アルストム製の PL42AC に置き換えられる予定である。4130から4134号は、モーティブパワーインダストリーズで入れ替え機に改造された。メトロノース鉄道は更新工事に着手し、4184から4189号は4900から4905号に改版されている。 1990年代初頭、モリソン・ヌード線が、マークからの GP40 を GP40FH-2 に改造した際の発生品で GP40 を作れないかという要望に応じて製造。マークにて51から69号として使用された。初期のアムトラックのディーゼル機関車のように、前頭部を赤く塗装している。後部のフードの内部には、 SD45 から SD40M への改造で発生したラジエター関連部品が収納されている。ティッチライト、交互点滅等装備の義務改善に発注されたため、トランスライト社のジャイラライトの型番2585番を装備している。アメリカ鉄道局は MARK をトライアングルルールからは除外した。また、ノーザンエアチャイムの K ゴラー3型の機敵を 雪多いのカバーと共に装備した。カバーは後に、ほぼ撤去されたが、取り付けリングが残っている。1980年代後半、モリソンヌードセンは6両の GP40 をマーク向けに改造し、70から75号とした。ディーゼルエンジンを16気筒3000馬力から12、気筒を2300馬力のものに換装し、カミンズのヘップを搭載した。 後にアンチクライマー上に交互点滅灯を装備し、1990年代になると反射テープをアンチクライマーに取り付けた。73号は1996年2月16日にアムトラックの列車と衝突事故を起こした286列車を押していた機関車である。マサチューセッツ湾交通局が導入。 カナディアンナショナル鉄道の GP40 から 2W の25両が1997年に AMF によって改造された。改造内容はヘップ装備、フレアードラジエタの装備、デスク型運転台への変更、機関士側、正面左側中央にステップを設けたことなどである。アンタのボストン北駅、南駅発着の各線区で使用されるが、 カナリアンナショナル鉄道の貨物機時代よりコンピュータの不調に悩まされている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。